こんにちは、チョメです。今日はフレンドのショウさんに合流をしました。ちょっとね、迷惑になるから4レースほどで抜けます。ココナッツモールですね。初めてかな、ここはね、ココナッツモールですね。動画では初めてかもしれない。お、ピーチエッグウッドおるじゃん。ちなみにここはグライダーブーストができるので、ちょっと紹介していきたいと思います。みんな知ってると思うけどね。よーし、久しぶりの、お、アイテム消えんかったわ。こういう部屋は最初スターとか取って、ちょっと夜だから声は出しにくいけど、出してスター保持で最後までいきます。多分いけるでしょう。翔さんが最後か、怖いな。翔さんとは初めて走るからね、走力とか一切わかりません。あ、翔さん、こう、あれか、最初だからコインがいっぱいあるんだ。なんか早いなと思ったけど、ここですね、グライダーブーストポイントが。ここでこうやってやったらグライダーブーストで、うわマジか、これは勘弁、やば。これね、本当は乗らん方が早いんだよね。ちょっと下手だったけど、ちょっと怖い、何このメリオ、怖い怖い怖い、スナイプされそう。あー、ボム持ってんのか、そっちに置くか。後ろが赤持ってんだよね、赤さん、怖いな。なんでこっちの上り行った、チョウさん実況になってねえな、やべ、後ろが赤コーラか。さあついてる、あ、さあ結構ついてるわ、もう行くわ前に。フレンドのショウさんです。チョメさんね、フレンドとかね関係なしに投げるからね。でもね、後ろが赤だから投げたくても投げれないというね。後ろが赤さんでしょ、だから使いたくても使えないって感じですな今。後ろがね赤持ってなかったら投げるんだけどね。とにかくキノピオ、カエデさん早いな。ちょっとチョメさん、ここで一旦勝負をかけに行きます。1個投げます、防げるから。よし、いける、これで勝負をかける。まあデスコンになっちゃうけどね。ごめん、デスコンになっちゃうけど。よいしょ、チョメさん実況になってねえな。まず1レース目これですね。実況になってないな、普通の生放送やってる感じだったわ。夜っていうのもあるかもしれない、夜だから。楓さんごめんね。あと3レースほど走りたいんだが、なんだこれは。チートじゃねえか。なんか 77,777 っていう人が来ました。このレート帯になるとチートが現れるんかね。チョメさんさ、1万以下の部屋とか1万台の部屋とかで走ってるからさ、こういうのに出くわしたことないんだよ。これは、逆走して、なんて言うんだろう、エラーを起こして抜けますもん。これはもう、抜けますもん。抜けますもん。罰ダメなのこれ。オッケー。チートなので、抜けます。もうひどいな、これ。こんにちは、チョメです。しょうがないから、野良に来ました。ウーフーアイランド1です。なんかチートがさ、レートが上がるとさ、なんかチートが増えるって言うけどさ、あれだね、チョメさん今1万以下だからやっぱ平和で走れてんのかな、この部屋とか。うーん、昔はチートとかなかったんだけどね、全然。ほんとなんか悲しいな。チートってね、全然楽しくないからね、ほんと。みんなね、同じ、なんて言うんだろう、条件が同じで走るから面白いんだよね、本当に。よいしょ。まあとりあえずこの部屋でまあ3レースほど走ろうかなって思ってます。で今ね夜だからあんまり声は出せないのでね。でもこの部屋でもみんな十分早いでしょ。早くないか。やっぱりさ、みんな早い部屋で走りたいか。いや、さっきの部屋で走りたかったな。チョメさんの、チョメさん1週間に1回しかねマリオカートやらんからさ、ちょっと VR が低い、上がらんっていうのもあるんかもしれんな。やば、ちょっとピンチ、やば、ちょっと待って、ちょっとミスったドリフトも、ちょっとやばいぞこれ、デスコン来そう、やばいぞこれ、ちょっと尻尾が消えた、やばいやばい、来る来る来る、絶対来る、やばい、しかもドリフトミスってる、ドリフトっていうか着取りミスってる、
来るよね。やばいやばい、トゲも来た。ちょっと着ドリフト見せてる。やばいなこれ。ここにスターが出ること願う。ダメだったか。よいしょ。やばいな。なんかね、後ろが赤さんとかね、トゲとか引いてね、ちょっと、ね、着地ドリフトとか。エクートってね、もう着地ドリフトミスると終わりだからね。あ、平和だったわ。でも前の部屋の方が楽しかったな、やっぱり。引き続き4人で走っていきます。マジか。これは動画投稿するべきか。でも走ったやつ全部投稿したいからね。本当はさ、面白い動画をピックアップして投稿した方がいいんかもしれんけど、チョメさんね、生放送とか動画投稿見てわかると思うけどさ、 VR を全て面白い試合も、面白い試合ないかもしれんけど、全てのレースを一応投稿してる。だからあれ1週間に1回しか走ってないとか、あれ本当だからね。だからいつまで経っても上手くならないんだよね、チョメさん。一応ここもグラブができるけど、あまり意味がないと思う。よし、これがラストや。5人になった。とりあえず最後は明るく元気よく終わろう。やっぱり夜実況、今日今ね23時32分なんだよね。だから声もあまり出せんから、いつもの実況ができない。あまりね、大きい声出したらまずいかなって思ってるからさ、やっぱり昼とかだな、実況を撮るには。マリオカートには適してないわ。ライバルズとかやったらいいな。ドラゴンクエストライバルズとかちょっと考えさせられるな。チョメさん一応この投稿は多分1週間後になるから、ドラゴンクエストライバルズの大会に出た後やろうな。とりあえずここはもう後ろを走るわ。よし、やっぱ土日走って土日に動画を撮影しよう。っていうか今チートとかどうなの、結構合うものなの。チョメさんが合流したからチートが現れたってこと。いやでもチョメさんあれだよ、フレンドのみにしてるからね、あれ設定とかで。しかもチート友達おらんし、ライバルリストにおったからさ、偶然か。あ、やべ、後ろが。まあいいや、まだ大丈夫。今赤コーラ当てられても大丈夫。まだ2周目だから巻き返せる。なんで投げないんだろう。よし、
まあ、とりあえず、いやでもコインはもういらない、イン通るだから、ごめんよネリオ。あー、これはねほじっときたいんだよね本当は。トゲが来る可能性もあるから。でトゲが来るでしょ、当てとこうよし、どっちがいいんだろうね。あー、これ捨てたい、捨てたいけど、次ね、あの2位のイルミさんが赤コーラ引いてからチョメさんの尻尾が切れるのが一番怖い。あ、着地ドリフトの動画を投稿したからちゃんと着地ドリフトしましょうか実は妹が走ってたとかいうオチはね、妹がね、あの攻略動画とかね、あの手伝ってくれて走ってくれるんだよね。妹はもう数年前にカンストしてるからね、だからね頼んでね、いろいろね作成してもらってる。でチョメさんが後付けで実況を取ればいいという、やべえ下手やったわ、やっぱできんかったわ。よし、では今回の実況はここで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。じゃあね、バイバイ、ありがとう、失礼します。なんか今日は変な動画でした、すいません。